おはようございます。せいです。さて、今日は2020年の6月1日月曜日。ついに月が変わりましたね。そしてこの月始めがちょうど月曜日っていうのは、なんともキリがよくって、ここからちょうど新しいスタートみたいな感覚があって、個人的に好きですね。今日は皆さんどのような一日を過ごされたでしょうか。うちはですね、めいが今日から幼稚園再開ということで、いきなり夏服でのスタートだったそうです。まあ再開といっても、そもそもまともに始まってなかったんですけどね。もう入園式があっただけで、でそれ以外はもう幼稚園完全に閉鎖されてたので、ようやくこれでお友達と遊べると、うちのめいも喜んで今日出かけていったそうです。そしてですね、ちょっと前の話になるんですが、私バリカン、これを購入したんですね。今まさに映ってるやつなんですが、これはこの動画撮ってるのは4月の頭頃ですね。ちょうど緊急事態宣言のが出たばかりの頃、この時にちょうどもうそろそろ散髪行きたいけど、でもやっぱりちょっとコロナがいろいろと怖いし、どうしたもんかねなんていう風に話してたら、うちの妹に、じゃあせい君バリカン買ってそれでやっちゃえばって言われて、あ、そっかって思ったんですね。私基本的に髪が短ければそれでいいので、まああとはその清潔感のある髪型、ちゃんとこう毛先とか揃えてですね、そういう風にしてればそれで OK という考え方なので、髪型にこだわりはないんですね。だったらこれバリカンでいいかって思って、で、買って、せっかくだからレビュー動画も撮ろうと思って、こういう風にこう動画を撮ってみてたわけですね。実際なかなかちょっとレビュー動画を撮るっていうと、こう使い心地とか細かく伝えなきゃとか、どこのメーカーでどういうものでっていう説明もしないといけなくて、ちょっと面倒くさくなるんで、ついつい後回しにしてたんですね。まあそれは置いといて、この日はご覧のようにちょっと押し入れにあった昔の家電の入ってたビニール袋ですね、それを頭からかぶって、でカットしてみたわけですね。この日メイも遊びに来てて、多分これバリカンでやるの面白がってくれるかなと思って、最初はこの髪の長さ長めの状態にセットして、でこうやってメイにカットさせてあげたんですね。そしたらまあなかなか喜んで、なんか面白いって言いながら、おじちゃんどんどん綺麗になってくって言って、なんかすごく面白がってくれたので良かったですね。この時はうちのメイもやっぱり友達と全然遊べなくって、外にも出れない、ほとんど出れないということで、結構ストレスが溜まってたようだったんですよね。ちょっとしたことですぐぐずって泣いてしまうとか、そういった普段とちょっと違う情緒不安定な部分が多かったんで、少しでも喜んでもらえたらと思ってこうやったんですが、なかなか大喜びだったようです。そしてですね、このバリカンで実際に飼ってみて思ったのが、これ床屋に行くより楽だなということでした。もちろん床屋で、まあ床屋というか美容室ですね、そういうところできっちりバッチリ髪型決めないと気が済まない、そういった人も多いと思うんですが、先ほど話しましたように私はもう髪短くさえすればそれでいいので、むしろいちいち自分の予定の空いてる日を探して、でそこ予約の電話入れてダメだった時のために別の空いてる日もちゃんと確認しておいて、で電話をかけて、いついつ空いてますかと言って、でその予約した時間にそのお店に行かなきゃいけないというのが、なんとも昔から億劫に感じてたんですよね。私が子供の頃すぐ近所にあった床屋さんは予約なしでパッと入れるんで、それが楽でいつも行ってたんですが、最近そういったところ少なくなりましたからね。そんなこともあって、なんとなくそういうのめんどくさいなと思ってたんで、これちょっとバリカンでやってみたら、なんかそういう煩わしさが全くなくて楽だなーって正直思いました。そしてこの日はですね、初めてカットした
ということもあって、ひとまず説明書に書かれているおすすめのカットの長さというのがあったんですね。それに合わせてカットしてみたんですが、そしたらですね、ちょっと予想外に短くなったんですね。今まさにちょうどその短く刈りすぎちゃった時の様子なんですが、ご覧のようにこれ長さ2ミリでしたかね。説明書にはベリーショートにしたい人は2ミリというふうに書かれてたので、その長さに合わせてやってみたところ、あれなんか予想外に短くなったな、なんかまるで丸坊主みたいなぐらい短くなったんですね。まあこの時うちの姪がもうおじちゃん坊主になっちゃうってもう大喜びで笑ってましたね。それに対してうちの妹は、せい君やばいよ、それ切りすぎだよ、ちょっともうってもうすごい焦ってたのが、そのギャップが親子でこうも違うんだというのはなんとも面白かったですね。そしてその日の次の日ですね、ちょうどオンライン飲み会のライブ配信、そういったのを開いたんですが、その時、見てた方は覚えてると思いますが、私は帽子をかぶってたんですね。ちょうどカメラの位置的にこの私の頭の右側面がよく正面に映ってしまう、そういった位置にあったので、まあ別にどうせ髪また伸びてくるから別にいいやって感じでカットしてたんですが、さすがにカメラの前にずっとこの一部分だけを晒すのはなんか恥ずかしいなってなってきて、その日は帽子をかぶってライブ配信をしたんですね。まあその後 1,2 週間もしたらだいぶ髪も伸びてきて、もう見た目的にはそんなにわからなくなってきたんですね。そしてちなみにこちらがだいたいカットが終わった状態、全体的にすっきりしましたね。結局上の方は確か25ミリとかそれぐらいの長さでバーッとカットして、で横の方はその右前の部分だけ2ミリでちょっとカットしすぎちゃったんで、他のところを5ミリでカットしました。でまだちょっともみあげとか全然カットできてないんですが、これはまた部屋に戻って、あの洗面所の鏡を見ながらそちらの方も全部きれいにカットしました。まあでこのやった感想としては、あやっぱ楽だなと思いましたね。もうなんかこう先ほども話しましたけど、いちいちお店予約してそこまで行ってという手間がないので、逆に2週間に1回ぐらいちょっと朝洗面所の歯ブラシとかなんか石鹸とか余計なものを片付けて、でその場でバリカンでブーッと軽く毛先を揃える感じでカットしたら、またすっきりとすごくいい感じにまとまるんで、もうこれ楽だわ、こまめになんか微調整できるし、なんかもうほんの5分か10分で終わっちゃうし、もうこれからもこうしようというふうになりました。そうやってちょいちょい自分でカットしていくうちに、やっぱり結構慣れてきて、だんだんとなんかそんなに見栄え悪くないなという状態になっていきました。今写ってるのがつい 2,3 日前に撮った写真ですね。昨日の動画でもお話ししました、ともすけさんと一緒にお酒を飲みに行った日の写真なんですが、もうここまで来たら結構あれまあ悪くないんじゃないのという感じですよね。ちょっと左右の均整がまだ取れていないんですが、まあ、これは私の頭の形がすごいデコボコしてるからなんですね。なので結構美容師さん泣かせの頭だったようです。とまあこんな感じでやってるうちに慣れてきたので、もうなおのことをもうこれ今後もちょっと自分でやっちゃおうかなと思ってるところですね。もちろん女性はそういうわけにはいかないですよね。やっぱり美容室で綺麗にカットしてもらわんことには、女性はそこまで含めて身だしなみみたいな空気があるので、ちょっとそこは大変なところではありますよね。ちなみにこのカットするときに頭からかぶってたビニール袋、全然役に立ちませんでした。普通にこのカットした髪の毛がいっぱい服の中入って、もう体中チクチクするし、あともう服にいっぱい髪の毛ついちゃってるしで、洗濯の時苦労しましたね。なかなかこれ手で全部取るのも大変で、取りきれないまんま
洗濯機にかけたら他の洗濯物にいっぱい髪の毛絡まっちゃって、結局さらに大変な大惨事という、そんな事態になってました。なので、あの首に巻く床屋さんでよく使うあれですね、あれどこで売ってるんですかね。バリカンを買った電気屋さんには置いてなかったですし、近所のホームセンターに行ってもなかったんですよね。スーパーもなかったし、どこで買えるんですかね。誰かあのご存知の方いれば情報いただければと思います。ちなみにバリカンの値段は3000円ちょっとで、カットする長さを1ミリ単位で調整できる、そういった機能のついた優れものでした。いや、なかなか低価格で性能のいいものが揃ってるんですね。ちなみにうちの姪には以前作った私のプラレール動画が大好評なんですよね。これ嬉しいですね。あの子供向けとして作ったあっくんの大冒険というタイトルのやつ、車に声を当てて、でおっかなびっくり、なんかすごいコース走ってる、あの驚いてる声が楽しいらしくって、いつもあっくんは臆病だな、怖がりだなって言いながら見てる、喜びながら見てるそうです。これを繰り返し見てくれてるそうなんで、いや作ってよかったなって思ってます。本当うちの姪はもう今幼稚園の年長さんなので、時期にあまり一緒に遊んでくれなくなると思うんですよね。そう遠くないうちですよね。早い子だったらもう小学校低学年中学年あたりでもうお父さんと遊ばなくなるって言いますからね。そうなったらおじちゃんの私はなおのこと遊んでもらえないですよね。そうなると寂しいんで、本当相手してくれる今のうちにたくさん遊んどかなきゃと思ってます。なんならちょっとね、2人目とか作らないのかなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうね。またね、あの下の子が生まれたら私めっちゃ可愛がりますしね。全然私がちょっとなんか用事があって出かけるって、妹夫婦どっか行くってなったら全然私がその間預かって相手するんですけどね。なんかちょっともう子供一人で十分って言ってるみたいで、頑張ってくれたらいいのにとかちょっと思うんですけど、なら生さんが頑張れよっていう話ですよね。本当に本当他人任せにすんなって話で、自分でどうにかしろって話ですよね。もうそれ突っ込まれると弱いですよね。まあこの辺の話、そういえば結構その私の仲のいいあーちゃんですね、あーちゃんからはよく突っ込まれるんですよね、この話。何かの話すると、じゃあせいさん、あとは彼女見つけるだけやねとか、だったら早いとこ彼女見つけないと、ともうお前は俺のおかんかというぐらいいろいろとこう、まあ、言ってくるんですね。あとあーちゃんといえば、彼女の YouTube チャンネル、腹ペコあーチャンネル、もう100人を突破したんですよね。チャンネル開設から2ヶ月ぐらいですかね。早いですよね。そのチャンネル登録される割合がすごいですね。例えば私のチャンネルの場合、だいたい700回ぐらい再生されると1人登録してくれる人がいる、だいたいそれぐらいのペースなんですね。それに対してもうあーちゃんのチャンネルは2、30回再生されれば誰か1人登録する、それぐらいの勢いでして、やっぱ人を引きつけるもん持ってるんだなと改めて驚かされました。驚くってのは変ですけど、感心させられましたというべきですかね。いや実際すごい人ですからね。日本にいながらにして英語ペラペラになって、ニュージーランド渡ってきて、そして社長を始めてと、バリバリのキャリアウーマンですよね。しかもスポーツも万能と来てますからね。もう一緒にランニングすると毎回置いていかれます。それぐらい体力もあってアクティブな人なんですよね。なので私のチャンネルももう遠くないうちにスルッと追い抜かれると思うんですが、そうなったらその時はちょっと逆コラボ動画をお願いして、ちょっと私のチャンネルも引っ張ってもらいましょうかね。
なんとも他力本願な話ですが、今でも随分助けられてるんですけどね。車のレビュー動画とか、その彼女のお店にある車、在庫の車好きにレビューしていいよと、いろいろそういったことさせてくれて、ほんとめちゃくちゃ助けられてますね。あーちゃんのチャンネルの詳細は概要欄に記載してあるので、このラジオをお聞きの方でまだあーちゃんのチャンネル見たことないという方は、この機会によかったらぜひ見てみてください。さて、今日はちょっといつもより短めとなっていますが、話もキリがいいところで終わったので、今日のところはこの辺りで終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この最後まで到達する前に、もう聞いているうちに寝落ちしちゃいましたという人がいたなら、それがもう私にとっては一番嬉しいです。まだ眠くないよという方は、このまま別のラジオも聞いてもらえると嬉しいですね。あとは意外と車のレビュー動画も、何でしょう、難しいこと言っててよくわかんないからこそ、逆に聞き流すことができてよく眠れる、そういう人たちも多いようなので、そちらのレビュー動画を活用してみてもいいかもしれませんね。では私もそろそろ今日は休みたいと思います。では皆さん、良い眠りを。おやすみなさい。